さあ、てやーやっていきましょう。前回レースに勝って、まあいろいろありましたが、ちょっとね、見てほしいものがある。まあどうしよう。待てよ。考えろ。爪ランナー好きなんですよね、俺。で、こうして、こうして、こうしましょう。普通に預けて。テンテンは強いからね。で、見てほしい、マジで。まずワギャン。これね。で、トプス。トプス、トプス。トプス。で、ジャンプ。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。ジャンプが好きなやつ。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。バルバルーンは、お!ん?なんかもう一人おった。ああ、バルバルーンか。バルバルーンは、石氷ジャンプ。ガッツが三角だからな。こいつも三角か。バランスあるんか。じゃ、こい、いや、バルバルーンにするか。しょうがないな。で、これで見てほしい。モンスター。あと一匹あるやん。よし、詰めらんな、もっとこれ。待てよ。待てよ。何が足りん?一番少ないのは?ジャンプ、バランス、石、石、火。火が少ないかなーと思ったら火もあるね。よし。爪ランナーでいこう。爪ランナー好きなんですよ。ホネラスでもいいけどね。ホネラスも好きだけど、やっぱ爪ランナーでしょ。で、何を見てほしいかっていう。まあまあまあ、この4体を新しくこの迎えていったのは、裏で実は進化の元を拾ったと思うんですけど、進化の元を使います。3つね。で、いちご10個ぐらい。金めっちゃあるな。いっぱい買っとこう。力のシャーとか買っとこう。8個ぐらい買っとこう。オッケー。戦わんけどね。で、道具。長いな。進化の元を使う。B ペン。バーン。進化します。バイーン。B ペンは、ペンタットに進化した。そして、テンテン。テンテンは違う。ワギャン。最初の頃は頑張ってくれたけどね。けど進化します。ワギャンが、ワギャラに進化。え?ワギャンがワギャンに進化。最初ワンニャンったよね。ワギャラ。俺ワギャンにしたよね。俺名前、なんか名前知っとったかのようにワギャンって付けたな。で、トップスに使います。これごつくなるからめっちゃ。ババーン!ごつくなったね。で、もう一個。ペン?ワギャン?トップス?あ、3人だけか。3人だけだ。ああ、以降は買いに来たな。で、強さがこんな感じです。石丸、水丸、氷が星。で、ガッツが20丸と。ガッツが20丸がいいんだよな。で、ワギャン、ガッツ、20丸、草、水、氷で、水が星と。で、草、水、石が星で、火が丸、バランスが丸、ガッツが20丸。強すぎだろ、これ。ジャンプと氷ぐらいしか弱点がない。で、ジャンプはこいつおるし、Pペンが氷持ってるからもう無敵です。で、こんな感じでいきます。よーし。ああ、もう最強だね、これで。負けるわけないな。で、一応ね、ここの雪のところで、モーっていうキャラクターを一応捕まえてます。以上です。さあ、で、いきますか。敵とは戦いません。一切戦わない。敵というか、まあ、雑魚敵おったら見つけたらすぐ捕まえるけどね。で、ここに行くと。さあ、戦おうじゃないか。次のレース。あ、でも全部のモンスターマジで捕まえたいけどさ、多分、全部のモンスターは無理だよな。あの、ウリランと、わ、ちょっとガッツ20丸を見てみようか。うわ、強い。
メインに出すと。ちょっとあれかな、Pペンレベル12だから、ちょワギャン、ちょっと強くしたいね。で、どんどんいきますか。ここでも草なんだよな。でも大丈夫。ワギャン強いから、見て見て見て。怪獣みたいでしょ、光線。強い。あーいや、シャーレベルプー。逃がす。さあ、雑魚敵とは戦うよ。そこら辺の敵とは、人間とは戦わない。ガンガン、その、ガン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 ね。ガンガン行くガンガン。あ、ここじゃないんだ。いいね。ワギャン強い。ガッツ20までってすげえ強いな。てか、進化した、ポケモンとかやったモンスターは強いな。格が違うね。あれ？こっちじゃない？そもそもこっちじゃないか。違う道が？あ、絶対あん中やん。絶対こん中ですやん。違うやん。あれ？広いぞ、ここめっちゃ。戦うよ。なんだよ、ゴミだよ。もうこっちも20、もう40丸だぞ、こっち。気合。なんだ気合って。こっちになんかあるんかな？あ、あるやん。うわ、結構広いぞ、ここ。あ、もう間違えた。間違えた。得意な、得意なところで。こっち気合があるぞ、気合が。気合わからんな。多分気合は坂で使えると思うんだけどな。このモンスターレース、あれなんだよな。マジで、リニューアルオープンしてほしいわ。リニューアルオープン何だっけ？あれあれあれ。あの、ゲームを新しくするやつ。リメイク。リメイクしてほしいわ。メイクが出てこないと。リメイクしたら絶対楽しいと思うんだよな。任天堂スイッチでぜひ。任天堂にさ、ハガキ買おうわ。モンスターレース、ちょっと任天堂スイッチ出してください。リニューアルで。リメイクで。リメイクで出してください。会社もう潰れてるんで、もう著作権がどこに行ってるかわかんないけど、そこら辺はちょっと頑張って。そこら辺は任天堂の力でなんとかしてくださいよ、みたいな。あれ、ここじゃない。ここでもないんだ。結構迷路だな。じゃあ炎のところか。炎はワギャンは無理だよ。うわあ、結構広い。あ、無理無理無理。あ、お疲れ様です。あ、あるじゃん。うわあ、あそこのアイテム欲しいけど分からんのよね。まあ、基本。うわ、銀のカード。うわ、ない。あれ？迷った？この俺が？まあ、いつも迷うんですけどね。もう、ゼルダの伝説とか何回迷ったか。まあ、でも、あえてもありじゃん。メロンメロン、いや、でも、マジでわからん。難関ステージだな。なんか、登るとか下がるとかあるんかな。あれ？えい、着きました。簡単だった。なんかね、左上の方になんか入ってないはしごあったわ。で、そっからヒルヒルヒルって言って、なんか、見えない、なんか見えない壁というか、落ちる壁みたいな少年の話を聞いて、ああ、ここに行くんだと思って。この下になんか階段みたいなのあるけど、多分これ見えない壁かなと思って下に行ったら、すぐ行けた。めっちゃ早く行けたわ。びっくりしたわ。あ、うん、すぐじゃん。ここ、見えない壁みたいなやつ、降りてすぐじゃん。楽勝じゃん。こいつなんなん？もうこいつはもうどうでもいいとして、レースでしょう。もうレース、いける？ここがあの有名な不思議な床がある洞窟。そしてその先には、リュートタウン。いや、俺はレースをしに来たんですけど、ここの草むらは戦ってないけど、なんかいる？いらない。でもこういうとこ、アスカリアある、ミックス屋も近いんかな？ミックス屋、相当ミックス屋が近かったら、
あと回復するか。相当ミックス屋が近かったらね、そのまま行くんやけどな。よし。まあ、これでいいでしょ。敵はどこにいるんだい？俺の敵は。あ、この下、これ、ここか。今回下にあるか、上にあるかなと思ったら下、下っぽいね。完全に下っぽいね。ん？待って、看板があるってこと。ここだな。この先、列上。ほらね。来た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 。なんかチャンピオンロードみたいだね。なんか勝手に自動で動いて、遠いな、おい！自動で動いてるような感じじゃないか。張り紙がしてある。もうすぐ再開。ゴールデンカップ。もう少ししてから来よう。これイベントあるやつやん。イベント探すか？じゃあイベント探しまーす。このビルは現在、立ち入り禁止になっております。申し訳ありませんが、お一人を、ん？シンデーちゃん、お待ちなさい。嫌だ、モルソンタウンに行くの。言うことを聞きなさい。次の仕事はもう決まってるんだぞ。ドンドンシティなんて行きたくないもん。私はモルソンタウンに行くの。あれ？ライス？やった、ライスだ！また会えた！君は？彼の名前はライス。私がスータウンで迷っていた時に助けてくれたの。君がスータウンで。ねえ、ライス。セントシティで会おうねって約束したのに会えなくてごめんね。全部このマネージャーが悪いの。おいおい、俺のせいにするなよ。だってそうじゃない。ねえ、ライス。怒ってないよね。はい。よかった。私ずっと気にしてたの。だからどうしてもライスに謝りたくて、モルソンタウンに行こうと思ってたのよ。マネージャー、私、ドンドンシティに行ってもいいよ。どうしたの急に。ライスにちゃんと謝れたし、ドンドンシティでまたライスに会えそうな気がするの。そこで、ここでまた会えたしね。ライス、今日は会えて嬉しかったよ。ドンドンシティで絶対会おうね。じゃあね。僕の言うことは聞かない、聞いてくれないのに。ライス君に会ったら途端に素直になるんだもんな。俺が好きなんでしょ。わかってるわかってる。で、これで多分、イベント回収したから、レースに行けると。多分行けるでしょ。で、ここで負けたら、ようやくミックス屋とレベル上げをしたいかなと思っております。いやー、もうレベル上げとね、ミックスをね、めっちゃしたいんだよ。ただ、この状態で戦うのがすごく楽しい。で、ミックス屋結構近い。よー、さあ、変わってこい。芝生、砂地、バランス、草むら、焼け跡、沼、ゴール。よし、じゃあ、まあ、いつも通り、爪ランナーからになりました。爪点々トップス。これでいく。まず爪をギリギリまで持たせる。ギリギリでターボ使いたい。なんかしてきたらターボ使いたい。25、26、23。いけるいける。あいつ早いな。まあ、トップスが頑張ってくれるでしょう。13。ターボ使うか。で、テンテン。テンの後、草ね。あれ？これは？で、最後トップスね。トップ使ってトップス。名前トップスのまんまだし。もう名前変えれるんで。で、トップスに変更。火がね、もうガッツがあるけどすげえ早いな。火がね、トップスしかないんですよね。ちょっとシャドウに変えるな。爪ランナーシャドウに変えようかなとか思ってるんですけど、うわー。ちょっと、危ねえ。いけ！これで終わりや！よし、全然大丈夫。あ、これまた、レベル上げ戦でもいいかもしれない。ちょっと待って、火変えようかな。ちょっと爪を、火のやつと変えたいな。ホネラスと変えようかな。爪、あ、爪好きなんだよね。バルバルいらん！もうバルバルいらんわ。お前じゃなくて、シャドウ言えよ。来とる。シャドウ。シャドウ戻ってこい。やっぱお前よ。お前じゃないと。前回のやつ超頑張ってくれたからね。シャドウレベル1しか上がってないし。
して回復して、あ、てかセーブしとこ、さ前回みたいに止まったら嫌やもんな、まあ、止まっても早いんだけどね、ここまで来るの。よーし、さてまたボコすか、レベル上げもせんでボコすか、沼、芝生、石、雪、水、ハードル、砂。よし、決まりました。まずはワギャラでいきます。うわー、バルバルいるな、やっぱジャンプが誰もらんわ。いや、シャドウいるんだけど、って感じなんだよな。まあ、とりあえずワギャートップスいけると思うよ。最後トップスいける。ワギャー、詰め、トップスでいきます。多分頑張れる。ワギャーが早い。うわぁ、星やけどそんなにあれなんだな。ワギャー、もうちょい頑張れよ。うわ、星だろ？光線。あんましんねえな。次が爪ね。爪でいって最後トップスやけど、トップスの前にシャドウやるかな。三角ってやばいかな。なんかしてくるかな。で次雪だろ。雪もこいつでいける。で次トップス、何もしてこんね。トップスいけるな。あ、いけるいける、こんなやばいっつったらいける。ウィータボートップス三角だけでいけ。あ、水、あ、間違えた。いや、お前ならいける。お前なら最後までお前でいける。ちょっと遅いか、ちょっと遅いか、ちょっと遅いか。いける。うわ、早い、あいつ。挑発。頑張れ。ガッツだ、ガッツ。石、石でなんとかな、石でなんとかなれ、石でなんとかなれ。お、早かった、早かった。おー、おいー、おいけいけいけ。おーし、絶対勝った。いいじゃん。トップスいいじゃん。なんだよ、トップス。もう最高じゃないか。来たな、トップス、今の。見せるね。見せる勝負をしてしまったな。スナッチ、バランス、石、ハードル。ハードル多いな。ハードルとバランス多いな。うわぁ、結構きつくない？やばいね。ちょっとやばいかも。やばい、今回負けたかも。今回こそは負けたかもしれん。で、まずはトップでいきます。やっぱハードル、ジャンプが多いのちょっと厳しいな。まあ、バルバル持ってくれば大丈夫なんだけど、とりあえずこれでいく。まず、これでぶっちぎって、で、バランスもこうやっていく。で、次の石もこいつでいく。いけるかな。まあ、星だし。てか相手早いな、めっちゃ。何、相手ズルしてる、やべえな。うわー、これ耐えれるかな。ギリいけるか。ガッツがあるから俺の方が上と。で、挑発しておく。で、シャドウね。ギリギリまで行く。で、ギリギリまで行ってシャドウ行って、で、水、もうここでするか、ここで。ワギャ、ワギャラン行け。もうここでワギャラン行っちゃえ。ハードル、次バランスか。バランスやったらいけるやろ。もうバランスいけるやろ。次バランス？バランスいけるやろ。あ、バランス三角だった。いけいけ。で、次、草水。テンテンか、あ、テンテン行こう。テンテン行って、なんか全然違うわ。草水、草水大丈夫かな、これ行け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 。もうこのままゴールして。水だろ、次。あ、水ダメなんだ。ワギャン変えよう。うわー、次シャドウできたいな。光線してシャドウできた。いけ！同速か！いや、相手の方ちょっと早い。相手の方レベル高い。うわぁ、曲げる！ハードルがちょっと厄介だな。
ょっとハードルだけ爪変えて、ハードルがちょっと多いわ。爪変えてからの、もうご利用していくわ。爪変えての、ご利用していく。キロス。バルバル、バルバル、バルバル。よし。8?8? レベル 8? レベル 9? よし。バルバルを連れて行って、もう勝ちですよ、これで。もうご利用しします。もう変えまくる。もう変えまくります。よし。まずトップス。トップス行った後のはバルバルね。バランスか。バランスか。まあバランスやけ。これでいけるか。ジャンプでバルバルね。ちょ、頑張って。トップス。お前ならいけるはずだ。トップス。トップス。バルバル。よし。あ、バルバルこれでいけるんだ。あー、そういうのがあったんか。ダッシュがあったんだ。で、これバルバル行って、で、次水。水バージョンで行って、草てんてんで行って、もうゴリオス、ゴリオス。バリアンで行って、草水？あ、次バランスか。てんてん！頼む！てんてん！で、草もてんてんで行って、で、水またワギャンに行こう。加速使っちゃおう。で、ワギャンね。ワギャン行け。バギャンって最後バルバルね。5000。バルバル。さあ来い。来た。バルバル。いけー。し、勝ったな。これは、俺の強さよ。強い。レベルとかいないな。レベルなんてない。レベルはないよ。あーし。はいと。決勝戦。沼、草、雪、石。火、土、池、雪。火、芝生。よし、決まりました。まずはワギャンからいきます。ワギャンでまず、水草いきます。水草行って、水草いけるか？で、次、ピーク、ピー。だから相手早いな、普通に。いや、ガッツがあるといいね。気合い入れて、で、ピーピンク。ピーピン欲しいやけ。すごい強い。超強い。あっと、ピーピン！うわ、あのトマト強えな。で、次、トップス。トップスで3ついく。ギリギリまでやって、で、トップスでいくと。トップスで、石、火、石行く。石、火、石ね。で、次、ピーペンね。さっきのやつ。ペンギンね、ペンギン。来たな、これ。いけー。お前、どんな感じ ?11、10。いけるいける。で、次、ピーね。ピー。ピーいけ。ヒーターとシャドウ。根性使ってシャドウね。あ、間違えた。あ、もういけるよ。で、最後、テンテンね。間違えたけど、いける。テンテンの準備。こいつ加速があるから、テンテン。勝てるでしょ。多分。いけるよ、いけるよ。で、草が三角なんで、あ、いや、俺の勝ちじゃん。それはダメよ。はい、お疲れ様でーす。弱いな。レベル上げ1000でいいの。今、ゴールインライスが勝ちました。レベル上げ1000でいい。簡単。
今年のゴールデンカップの優勝者が決まりました。モルソンタウンから来たライツくんです。皆さん彼に大きな拍手を。イエーイ、終わり、おめでとうございます。終わりなんだ。そうか、終わりなんだ。あ、バッチくん、この間はありがとう、君のおかげで。あれ違う、バッチくんじゃない。うん、ごめん、俺じゃない、うん、俺違うよ。はい、ということで今回はここまでかな。いやー、キャラクター、あ、モンスター結構増えてミックスも全然してないけど、意外といけるもんだね。見てこの数。あ、そっか、見れんのか。見てこの数。まあ、まず、敵に預けて。この数よ、ピーペン、ピースケ。ピースケ、なんだ、お前何だっけ。あ、これ、ゴミか。こっち進化できないから。基本的にこの中におるやつ、全員進化一応できない。ムッスーとか、ね、これバランスクソ強いやつ、それ、強いけどそれ以外ゴミみたいなね。ガッツも三角やけどね。このレッサーとかブヨヨンとかね、カイロロンとかね、敵で追ってね、ぶっ殺してね、やって、あ、そう、ヒノコを見つけたんだよね、ヒノコ。モーは進化できないけど、ヒノコそうだ。ヒノコをね、ミスではなかったね。前の洞窟で見つけたんですけど、強さこんな感じです。ヒノコ。あ、そっか、あれ見えんのか。草丸、石丸、ジャンプ丸、火丸。で、三角がガッツなんだよな。で、こっち進化できるかな？道具。一個持っとったの正解だったな。買ってよかったわ。進化の元を使って、進化しよう！あー、ヒノコは進化の元使った。あー、なるほどね、オッケー。ということで、今回は、ここまでで、次回、また、次の、ね、バッチのっていうかもうエリアにね、行こうかなと思っております。なんかめんどくさいんだよね。あれ、どこ行った。わけやね、えい、爪ランナーはね、ちょ、バルバルジャンプのやつがおらんけんね、それがきついんだよな。あの鳥みたいなやつがね、進化すればもうよかったんだよね。進化しねえんだよな。あ、ミックス屋に行くのがいつになることやだよな。よっ、勝っちゃうんだよな。余裕で。余裕じゃないか。勝っちゃうんですよね。